岸田総理、アフリカに4兆円の支援で国民大企業。大変です。ついに皆さん、日本国民の怒りが大爆発してしまいました。こちらのニュースを見てください。先日行われました第8回アフリカ開発会議で、岸田総理がなんとアフリカに対して今後3年間で約4兆円の支援をする決定いたしました。現在日本は先進国の中で唯一賃金が上がっておらず、物価は上がっていく一方で生活は苦しくなっていく一方なんです。そんな中、今回のニュースが報道されてしまい、なぜ岸田総理は日本国民ではなく海外の支援を優先するんだという批判の声が上がっています。気持ちはわかります。ただ待ってください。今回の件で重要なポイントは2つ、大勢の方が解説していきます。まず1つ目、この4兆円そもそもないやって話なんですけど、実はですね、この4兆円っていうのは僕ら普段税金として納めているものではなく、日本が保有している外資資産なんですね。これっていうのは日本に対して使うことがそもそもできないんです。そして2つ目、4兆円の支援の本当の真相っていうのは何なのか。もちろん批判が来るなんて考えれば分かるはずなので、何か目論みがあるんです。様々な意見が飛び交ってるんですけれども、一つとしては今後アフリカ急成長が見込めるということで、中長期的なリターンを得るための投資、または途上国へ支援を強めている中国に対する牽制など、様々な意見が正直飛び交っています。なぜかニュースではこういった真相を報じるっていうことはなかなかされません。もしかしたら僕らも想像もしないような狙いがあるのではないでしょうか。皆さんの意見をコメントで教えてください。